ゴキブリ役も毛虫などの害虫が出没し強烈に印象に残っている出来事はありますか？これは子供の頃にお母さんと、これ言っていいのかな、ロッテリアに行った時にこう一口食べてなんか嫌な予感がしてパンの部分をパッと開けたらハエが入っていて、これは開けなかったら完全に一緒に食べちゃっていたので、あまりにも驚いて印象に残ってます。そういうことがあったので、今でもバーガーを食べるときは一回バンスを開けて確認するしちゃいます。唐突ですいません。人生で一番笑った話を披露してください。では唐突ですね。社会人になりたての頃で、私が仕事その時してた時はオフィスカジュアルというか私服よりでも全然 OK な職場、なんかおニューのヒールの靴を履いてミニスカートで出社してて、で踏切のところの渡るときに電車のレールの隙間みたいなのあるじゃないですか。あそこにヒールを引っ掛けてしまって盛大にこけて、でスカートがもう背中の方にベロンってきちゃってお尻を丸出しにして転びました。でその時はもうすごい朝の通勤ラッシュだったし、買ったばっかの靴も汚れるし、なんならその時 iPhone も新しくしてたのに、もうポッケから転んだ衝撃で iPhone が落ちて画面が割れるわで、なんかすごいショックだったんですけど、もうそのボロボロの状態で出社して、まあ、同僚とかに話したらもうなんかマコウケるみたいな感じでめっちゃ笑われて、話すと笑われるのでこの話にしました。